キンプリ、5人最後の露出ラッシュに冷めたメモ。FC 動画、最後、の連発で追い打ち。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング、リンチェの冠無理バラエティ番組キング、キング、ルプリンスル。日本テレビ系のレギュラー放送が13日に最終回を迎えた。 メンバー3人が脱退する運命の22日が迫っており、5人体制最後の露出ラッシュをファンが複雑な思いで見守っている。同番組は2021年に特番として第1弾が放送され、2022年1月から日曜お昼の30分番組としてイレギュラー化。2022年4月からは土曜に移って1時間に放送枠が拡大され、 将来的なゴールデン進出を期待されていた。平野市要、神宮寺優太、岸優太の3人が今月22日でグループを脱退することになり、当初は長瀬角と高橋山の2人体制になっても継続すると発表されていたが、4月に急転直下で打ち切りが決定した。 今月20日に番組初のゴールデン2時間スペシャルが放送される予定だが、レギュラー放送は13日が最後。13日の放送では、キンプルデミー賞、と題し、過去のなちん場面や未公開映像が公開された。さらに、番組スタッフ50人に聞いたメンバーの素顔を暴露するタレコミ企画などもあり、平野はこれまでの放送を振り返って、 この番組でメンバーの仲が前よりも良くなった。感謝しかないです。と語った。これに対し、ツイッター上のファンからは、レギュラー放送最終回で悲しいはずなのにいっぱいはった。なんでこんな面白い番組が終わらないといけないのキンプル通常版最終回も最高でした。ただただ終わるのが切ない。などと複雑な声が続出し、 トレンドワードに、キンプルが入るなど反響が広がった。また、最近は、紫輝くんごち、黒サギ発売日、など関連ワードも相次いでトレンド入りし、ファンの関心の高さを伺わせている。脱退メンバーたちは、運命の22日に向けて最後の露出ラッシュとなっており、平野は18日放送の日本テレビ系。 ぐるぐるイン2時間スペシャルで人気企画、ゴちになります。に、約3年ぶりに参戦。20日には、神宮寺が、満天星青空レストラン、騎士が、ああみんなの動物園、と、同じくに、テレ系の番組に立て続けに出演する。さらに、19日にテレビ朝日系音楽番組、ミュージックステーション、でデビュー曲、シンデレラガール、と初ベスト版、ミスター。 5、収録の新曲、ビューティフルフラワーを披露することが決定しており、戦術史大発0の、キング、リンチェプリンスル。特番も、含めキンプリ祭りの様相を予定している。脱退と同時にジャニーズを退場する平野や神宮寺は今まで露骨にソロ仕事を減らされていましたから最後にメディア露出を増やしたことについては事務所側が決して礼遇していたわけではない。 とアピールする目的ではとファンに勘ぐられています。ジャニー北川氏の性加害疑惑問題が拡大していることもあり、退場するタレントへの圧力を疑われたくないという意図が透けて見えるという指摘がある。世間一般的には華々しいフィナーレに見えなくもありませんが、長年見守ってきたファンからすれば、白々しさを感じてしまう部分もあるようです。ジャニーズに詳しい芸能記者。 事務所の思惑がどうであれ、ファンにとって脱退メンバーのメディア露出や5人体制でのパフォーマンスが貴重であることに違いはない。そんな中、20日に NHK 総合で放送される音楽番組、メニュー101にキング・リンチェプリンス生出演することが先日発表されこれが5人体制でのラストステージになりそうだと話題になっているアーテイル。 通常、同番組は夜11時スタートだが、20日は夜10時55分開始となっており、ファンからは、シンデレラガールの PM11 時間勤のにぎわう街並みにという歌詞に合わせた演出なのではと推測する声もあって、それが余計にラストを予感させているようだ。こうした中、15日に公開されたファンクラブ向け動画で、メニュー101の出演が、 5人体制最後のパフォーマンスとなることが明言されたのだが動画ではメンバーが最後のパフォーマンスということで何より最後のパフォーマンスですから最後なのでなどと最後を何度も強調22日に配信などでファンクラブ会員に向けたスペシャルパフォーマンスがあるのではと期待していた人も少なからずいたため最後最後言い過ぎでしょ FC 動画最後最後強調しすぎてしんどい、最後最後連呼してて、並び方も2から3で分かれてるし、急激に寂しさ爆発した、など、悲しみの声が相次ぎました。特にデビューシングルの、シンデレラガール、をミリオン達成させようなどとファンが動いていたこともあり、水を刺されたような気持ちになった人も少なくないようです。 同日には、高橋山が出演中のドラマ、だが、情熱はある、日本テレビ系のファンクラブ会員向けのエキストラ募集の拘束期間が22日の朝7時から夜10時までとなっていることが発覚し、22日に5人が揃う可能性が消えたと嘆く人も続出。ジャニーズ事務所に失望しているファンなどは、 退除のうちすぐに平野や神宮寺がフリーとして SNS などでアクションを起こしてくれることを願っているようです。前で。いずれにしても、これから22日まで、ファンにとって一瞬たりとも見逃せない一週間になりそうだ。と見逃せ。